どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。今回はロビンに合わせてトパーズの復刻が来ていますので、トパーズについて使用感をもとに現段階の最終評価をしたいと思います。ロビンが実装されてから追加攻撃と相性がいいということもあり、ガチャを引く必要があるのか気になる方も多いのではと思います。ロビンとトパーズの相性は確かにいいっていうところはあるんですが、そもそもトパーズ単体はどれくらい汎用性があるのかっていうのも大事かと思います。ということで、実装当初から使用し続けてロビンとの相性を見た上でトパーズの最終評価を今回はしていきたいと思います。今回のトパーズはレベル80で、防衛水は最後の勝者貫突を装備しています。奇跡は5888です。異物は対抗サルソットで、メイン捨ては会心ダメ、攻撃、炎属性、攻撃の組み合わせのトパーズを使用していきます。会心率は 67% と理想より低めとなっていますが、サブ捨て平均で 6% 積んでいる状態なので、通常育成のトパーズに近い状態かなと思います。こちらのトパーズを使用して、今回の使用感から感じた最終評価をしていきたいと思います。また以前の動画でガチャの判断の質問もありましたので、最後の方でチェック式でガチャの判断もしていきます。参考程度としてですが、最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速解説していきます。それでは評価の前にトパーズの魅力について話していきたいと思います。トパーズの魅力としては大きく3つほどとなりますね。1つ目は味方の追加攻撃で手数が増えるという点です。トパーズの魅力としては、順守特化といえる手段の多さにあります。その手数の多さが味方の追加攻撃に依存して増えるという点です。これは追加攻撃編成と合わせると火力が発揮できる要因となっていますね。また、トパーズ自身ではなく壁がメインで戦うので、追加攻撃によって行動順が繰り上げられるようになっています。速度アップの影響は受けませんが、味方と一緒に追加攻撃をすればするほど攻撃回数が増えるのが、とても順守らしいキャラとなっています。続いて追加攻撃持ちのサポート性能が高いという点です。トパーズには優秀なデバフっていうのもあります。大照明という追加攻撃ダメージがアップする効果がありますね。またこのデバフはデバフ解除ができない仕様となっており、霊障などのデバフ必須キャラにとっては重宝する能力となります。普通のデバフなら解除可能で敵ターンに依存していきますからね。指定した敵に付与できればさらに永遠にデバフ付与ができると考えると、なかなかいい性能かなと思います。しかも被ダメージがアップするのでより強いんですよね。続いて単体特化の人生削りと高ダメージが出せるという点です。トパーズに関しては単体特化のアタッカーとなっていますが、性能は単体特化なだけあって強力になっています。スキルに関してですが、ヒット数は7ヒットとなっており、必殺技の発動後は8ヒットとなります。攻撃回数で言えばトップクラスとなっていますね。炎弱点敵特化とはなりますが、ヒット数が多ければその分ダメージが重なって高ダメージを叩けるので火力も出しやすくなります。人生削りにおいても強い部分ですね。トパーズの魅力を見てみると、追加攻撃特化の性能が多くなっているのがわかるかと思います。スペシャリストとしてはかなり優秀な性能となっていますが、その他の使い方としては汎用性に欠ける部分もあるっていうのが言えますので、この点は注意が必要です。まずトパーズに関してですが、追加攻撃特化となりますので、編成の適性としては追加攻撃持ちになります。そのため最適な編成は限られてますので、その一部で相性を見ていきたいと思います。まず1組目、トパーズ、霊障、アベンチリン、ロビンです。トパーズを組むなら一番理想的な編成になります。追加攻撃を存分に活かせるので、トパーズを最大限活かすならこの編成一択っていうとこですね。またロビンの枠はルアンに変えたりすれば人生削りを強化できますし、速度もアップするので手数がさらに増やせるっていうのがあります。この編成の魅力は何といっても攻撃回数なので、ある程度の敵の数でもこなせるっていうのがいいところとなります。その他のポイントとしては、単体に対して人生削りと火力のご利用しができるというところ。ポイントにはトパーズの負債証明を誰に付与するかによって攻略性が変わるので要注意というのがあります。続いて2組目、トパーズ、クラーラ、アベンチリン、ルアンとなります。カウンター型の編成ですね。クラーラとアベンチリンの追加攻撃によってトパーズの攻撃回数を維持するという方法になります。
耐久面においてバリアを維持する必要がありますが、敵の行動順も攻撃に変換できるのがとても強い編成となっています。ただし耐久面が低いと一瞬でやられるということはありますので、アベンチュリン枠を回復にしたりコントロールする必要は出てきます。ポイント一つ目としては、クラーラの必殺技の回転率が全体の火力に直結するので、攻撃回数は意識したいというところです。ポイント二つ目は、ルアンで全体性貫通で火力の底上げができ、ダメージを稼ぎやすいので意外と安定感があるというところですね。続いて三つ目です。トパーズ、ケイナイフン、アスター、ギャラガーですね。星4構成を使用した炎限定の編成となります。ケイナイフンのデバフとアスターのバフで火力が安定する編成となります。意外と全員がそれぞれ火力を補助してくれるので、炎限定ではありますが、いい感じに弱点をつけます。裏には難易度10とかの炎弱点とかあれば全然クリアが余裕でしたね。さらに姫子を入れれば追加攻撃の回数も多少は安定するので、ケイナイフンとの入れ替えをしたりするといいかと思います。ポイント一つ目は、デバフと炎属性バフによって炎弱点に対して火力が発揮できるという点です。ポイント2としては、ギャラガーも回復と攻撃の両立ができるので、全員アタッカーのような動きができるというところですね。使ってみて意外と面白くて、扱いやすい編成でした。この編成に関しては、所持数が少ない人にとっては嬉しい編成かなと思います。相性のいい編成としては以上となります。基本的に追加攻撃持ちと合わせるのが相性が良くなっていますね。ただ炎弱点の敵であれば、最後に紹介した編成でも火力は出すことは可能なので、工夫次第では強くなることも可能です。それでは編成も一通り試してみましたので、使用感を元にしたトパーズとの相性を紹介したいと思います。トパーズはサブアタッカー寄りとなりますので、今回は相性がいいアタッカーとサポーターを分けて紹介したいと思います。この紹介に関しては編成依存の場合は省いていますので、単体同士の相性というところで判断してもらえるといいかなと思います。まず相性がいいアタッカーについてです。霊障、クラーラ、姫子、軽減となります。追加攻撃持ちのアタッカーとは相性がいいので、必ず組ませておきたいメンバーですね。特に霊障とは相乗効果があるので必須級となります。まあ、正直霊障とトパーで組ませれば十分というのがありますね。その他にクラーラ、姫子、軽減に関しては火力アップの補助もできるので扱いやすいっていうのがあります。この3人に関しては複数の敵に攻撃ができるので、敵の数が多くても対応ができるっていうのがいいところですね。続いて相性がいいサポーターです。ロビン、ルアン、アスター、テウン、ギンロウ、ケイナイフン、ペラとなります。ロビンに関しては追加攻撃持ちと相性がいいので、組ませるだけで火力が大幅に伸ばせるのはいいところかと思います。その他のサポーターともバフとデバフの付与ができて、トパーズのダメージを伸ばせるので組ませやすいっていうのがありますね。星5の調和キャラで比較するのであれば、攻撃力を伸ばして単体の火力を伸ばすならロビン、人生削りを優先するならルアンという感じで組ませるといいかと思います。続いて相性がいい耐久枠です。アビンチュリン、フゲン、ラセツ、ポポ、ミツキ、ギャラガーとなります。防御面が低いトパーズには耐久枠は編成に必須級となるので、必ず入れておきたいところですね。特にアベンチュリンは味方を守りながら追加攻撃のカウンターもできるので相性が良くなっています。その他のメンバーは最適ではないんですが、十分なフォロー能力があるのでいるだけで安定はしやすいというところですね。トパーズの性能を考えると、このあたりのキャラが単体で見たときに相性がいい感じとなります。優先度としては追加攻撃の性能を伸ばすキャラを優先的に入れることが重要ですね。足りない部分に関してはトパーズが動きやすいようにバフとデバフを意識していくといいかと思います。銀狼やペラが入っているのはそのためですね。またそういう意味で言うと、復元の回心率アップとかはトパーズのステータス補助ができるので相性がいい耐久枠と言えます。それでは装備関連について話していきたいと思います。まず公園生についてです。公園生については悩んで笑ってが一番相性いいです。持ちなので持ち物ですね。で、回心率と追加攻撃の油断アップとなっておりますので、トパーズとは相性がいいです。しかもデバフを付与し味方の攻撃が当たると回心ダメージがアップするので、味方のサポートもできるのは非常にいい点と言えますね。続いて2つ目です。星4公園生の最後の勝者になります。装備するだけで攻撃力がアップするので、タブのダメージを大幅にアップすることが可能です。
さらに会心が発生すれば会心ダメージも伸びるので、会心率が必要となるトパーとは相性が良くなります。続いて3つ目、ロン剣です。そもそも同じ敵に攻撃をすることが多くなるので相性が良い後援水となります。敵が変わるとバフはリセットされますが、長期戦においてはダメージが安定しますので、凸しているならこちらはありっていうところです。最後に正解巡行ですね。こちらに関しては会心率が漏れるので、異物セットの会心率条件を突破しやすくなります。ダメージを出すにも会心率が重要になるので、つなぎとしては重宝できるっていうものですね。続いて異物についてです。異物の一番のおすすめとしては太鼓となります。トパーズのスキルは多段ヒットが多いので相性がいいのがいいんですよね。攻撃力アップで火力の底上げにもなります。おすすめ2つ目としては太鼓と溶岩になります。4セット揃うまでのつなぎとしては十分に使えるものになりますね。ただ炎属性アップはおまけ程度となります。これに関しては下部の攻撃が炎属性ダメージではなく攻撃力に依存するからですね。続いてオーナメントについてです。おすすめ1としてはグラモスになります。速度160のバフを受けるのは難しいところですが、攻撃力アップで下部の火力を底上げできるので相性が良くなっているという部分です。このあたりは模擬宇宙とかでも使うとさらに火力が伸びやすいかなと思います。続いて2つ目はサルソットです。自分が使っているのはサルソットですね。必殺技のダメージアップ恩恵を受けれないんですが、会心の条件さえ整えば達成できるので追加攻撃の火力アップがしやすいのが特徴といえます。続いてメインステータスについてです。メインステータスとしては銅は会心率、会心ダメ、足は速度攻撃、弾は攻撃炎、縄は攻撃となります。サブステータスに関しては会心率、会心ダメ、攻撃力を中心に上げていくといいかと思います。理想のステータスに関しては HP は3000以上、攻撃力は2800以上、防御力は900以上、会心率は 75% 以上、会心ダメは 150% 以上となります。トパーズの育成においては会心率と会心ダメの両立が結構大変です。会心率 75% って結構高いですからね。なので異物の厳選はしっかりとしておくようにしましょう。それではトパーズのガチャについてチェック式で最終判断をしたいと思います。個人的な判断としては、追加攻撃変数を主軸にするならガチャはありという感じです。今までの使用頻度や活躍具合を考えると、ちょっと他のアタッカーよりも使用回数が劣るという部分があるからですね。追加攻撃編成は確かに面白いというところはあるんですが、お遊び要素で使用することが正直多いです。裏庭とかある程度クリアしてこの編成でいけるかなで試すことが多いので、ガチのアタッカー編成かって言われるとなんかちょっと使い方が違うなっていうのがあります。それではそれを踏まえた上でガチャのおすすめチェックをしていきたいと思います。項目はこちらとなります。1つ目トパーズ推しである、2つ目霊障をすでに所持している、3つ目アベンチリンとロビン両方をすでに所持している、4つ目追加攻撃編成をメインとしてすでに使用している、5つ目主力パーティーが2つ以上ない、6つ目ホタルやブートヒルを引かない予定となります。こちらに関して3つにチェックがつくなら引いてもいいと思います。トパーズに関しては追加攻撃特化型となりますので、かなり使用シーンが限られます。そのため今回のチェック項目も使用シーンに限られたものを挙げています。そういった点もあり、求められる追加攻撃キャラが揃っていなければ無理に引かず温存しておいた方がいいと思います。今から全部引いて揃えるというのもいいんですが、揃えるにあたって少し注意があります。まず追加攻撃編成に関してなんですが、エンドコンテンツをクリアすることに関しては汎用性はかなり低いと思ってます。裏庭に関して言うと複数の敵が現れるため、単体特化のトパーズとは相性が悪く、ラウンド数がかかる傾向になるんですよね。また虚構叙事も同じで、単体攻撃がメインなのでターン数が多く関わってきます。複数戦になればなるほど結構辛いんですよね。なのでボス戦などの単体特化なら活躍できるシーンっていうのはありますが、複数戦においては現在の最適編成でも相性が悪くなっています。まあ、捌ききれるかどうか育成の厳選度合いでかなり変わるんですよね。自分自身も最適編成は揃っていますが、正直なところ遊びでこの編成を使うことが多く主力にはなっていないです。
まあ、育成もある程度進んでたんで裏庭はほとんど使って倒すことができていますが、ちょっと遊び感覚が強いなと思ったりはしていますね。その点を踏まえた上で今の追加攻撃編成を強化したいっていうのが本当に強いのであればガチャを引くのはありかなと思います。ロバーズに関しては追加攻撃編成のスペシャリストということだけあって、追加攻撃キャラの増加によっては将来性は高いです。なんですが未確定要素が多いところになりますので、クリアしたいことの目的によっては妥協するのはありかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。